チスクエアは、今までいくつものサーバーを批判して再生回数を稼いできた。やり方がクソ。そんな私の目に留まった、あるサーバーがある。マインプレックス。どうも令和おじさんです。違うだろ。それともお一人。トンカツハムステーキングダムハーツ最高のピネガキグループ所属のヒレカツロト6さんです。どうもヒレカツロト6です。昨日宝くじ買ったんですけど10万円しか当たりませんでした。世の中うまくいかないものですね。トニャが下ろさないとはこのことですな。豚だけに、トーン。いやー、やかましいわ。つか誰やねん。今回はマインプレックスサーバーについていろいろ語っていきたいと思います。マインプレックスサーバーは公式サーバーの中でも最初に追加された3つのサーバーの一つです。この昔からある公式サーバーもいろいろ気になることがあるんでぶちまいていきます。サーバーが若干重い。こんぐらい別にどうってことないでしょ。そう言うと思ったよ。君はまだまだ甘いなぁ。ぶっ飛ばしていいか。このサバの一番人気コンテンツは PVP です。やってる人ならわかると思いますが、 PVP において重さやラグは最大の敵です。置いたブロックがラグで消えたり、プレイヤーを殴ったはずなのに殴れてなかったり、敵に殴られてないはずなのに殴られてたりなど良いことがありません。 PVP サバのくせに重いイコールクソです。二つ目は公式サーバーを得意のチーター多すぎくん。このサーバーは実は無法地帯で、ロビーとかによくマグマとか置かれてたりして結構鬱陶しかったりします。ケーキウォーズやってた時もチーターが飛んできて荒らされたりとかして結構うざいです。チーター対策してない公式サーバー全般的にクソです。三つ目はミニゲームのプレイヤー人数。このサーバーには大体17個のミニゲームがあります。多彩で良いのですが、そのミニゲームによって人数の差が激しく、人数が揃わず遊べないミニゲームもあります。そりゃ困ったな。他にも課金要素が多いとか、そういったいろいろな問題を抱えたマインプレックスサーバーですが、ミニゲームの内容は最高でした。すごく面白いサーバーだと思います。軽量化とかしてくれたら絶対通いますね。運営さん頑張ってくださいね。視聴